はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、下腹を引っ込めたい人におすすめな、たったの10回で効く下腹腹筋というのを紹介します。用意してもらうものはでーん、ストレッチポールです。このストレッチポールを使ってですね、自重の腹筋最強のドラゴンフラッグと言われているメニューをですね、少し優しくした腹筋メニューを紹介します。たったの10回で本当に結構効きますんで、下腹気になる人ぜひ真似してください。では説明します。はい、通常ストレッチポールはですね、この上に寝転がって胸や股関節のストレッチに使うんですけども、今回はこれを横向きにして腰に当てます。腰に当てて寝転がります。このような感じです。で、持つところはですね、ストレッチポールの両端を持ってください。これで足を浮かして息をしっかり吐きながら、ふーっとお腹の力を入れたままですね、ふー、息がなくなるときにお腹を引っ込めて帰ってくる。またここで息を吸ったらお腹を締めたまま、できるだけ締めたままで、ふーっとお腹をしっかり引っ張られる感覚で、息がなくなったら帰っていきます。この時にですね、よくレッグレイズっていうのは、足をしっかりこんな感じね、伸ばしてこうやって動かすんですけど、足を伸ばす意識をすると少しももに力が入っちゃってお腹に行く意識が減っちゃうので、少しね、足はダランとしとく感じです。こんな感じです。少し膝曲げたままぐーっと平行よりも少し下、お腹をしっかり伸ばす。で、息がなくなったら縮めるといった感じで10回一緒に行いましょう。足を上げたところで息を吸って、吐きながら動いてなくなるときに帰っていきます。一緒に10回頑張りましょう。もしストレッチポールが今ないよって方は、床で同じような感じでやってください。で、ストレッチポールをね、もし持ってる方は今みたいにやったらよく効きます。で、ここで難点なんですけども、腰が反れないように意識してください。この腰にボールを当てるんですけど、反れないように、反れるとお腹が伸びすぎちゃうんで、ちょっと締めとく感じで腰が反れすぎないようにやってください。では今から10回いきましょう。スタート。あと5回。ラスト。OK です。はい、お疲れ様でした。どうでしたか？下腹に効く腹筋、床でやってるよりもですね、しっかりお腹を締めるために腰が反れてですね、お腹を締める力が必要とする、あとは平行よりも少し足を下まで持っていけるので、締めてるお腹がね、しっかり伸ばされて負荷がかかるといった感じがあります。なので床でもいいですし、あとはベンチとかでもいいんですけども、まあ、今回はね、ストレッチポールということで皆さんにご紹介しました。やってみた方はよかったらグッドボタンやコメント待ってます。下腹効く腹筋でした。今日もご視聴ありがとうございました。